はーい、皆さんこんにちは、のぺです。 A 列車で行こう、始まる観光計画、やってみましょう。さあ、前回はこちら、客船ターミナルができました。これができたことによって観光客が少しだけ伸びましたかね。では引き続きこのカムイ島の開発頑張っていきましょう。現在カムイ駅がここまでなんで、できれば今回でこっちのカムイ島神社2の方までつなげていきたいかな。では頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、現在カムイ島の人口はこんな感じです。あれ、人口ちょっと減ってんな。マジか。これまずいですよ。なので、できればこっちのフェリーの近くのところを発展させたいんですけどね。ちょっと難しいな。じゃあこの辺になんとなく道路を敷きまして、どんな感じにしていこう。こうかな。トンネルできちゃう。待ちなさい。はい。うわ、難しいね。じゃあこんな感じで、はい。で、ここでいいか。はい。で、決定。で、今度は、マンションを建てたいけれども、ちょっとマンションをいきなり建てると、採算が取れないんで、住宅。この辺だな。よし。集合住宅をなんとなく。じゃあ、はい。じゃあ、この辺りに置いておきましょう。これでいいかな。で、決定。で、もう一個ぐらい置いていきましょうか。じゃあ、集合住宅6。はい。よし、こんな感じでいいかな。OK。さあ、で、これが完成するのが、1週間後が早っ。で、できればね、こっちの、カムイ駅の方にも置きたいんだけどね。あんまり大それたものは置けんな。さあ、で、住宅ができたら、子会社数が10社になりました。おめでとうございます。さあ、この集合住宅が、人口どれぐらい稼ぐでしょうか。待って。まあ、で、実際採算は取れてないよね。なので、これ売りましょう。売りまして、売却。はい、決定で。で、もう一個の集合住宅も売るよ。はい、これもね。はい。で、売ります。で、これで人口がどんだけ増えたかな、確認していきましょう。いやー、まさか減ってるとは思わんかった。あー、で、これで元の状態戻ったか。だいたい1個10人ぐらいか。きついな。だから何人、だから何個ぐらい集合住宅いるのかな、わからん。で、だいぶこの辺資材余ってんな。やっぱりなんか住宅建てるか。この辺のこの需要をなんとか促そう。そんな高いもんじゃなくていいから。で、マンション3とかは時代遅れなんだね。じゃあ、マンション5。行ってみる？じゃあ、この辺に建ててみましょうか。はい、行くよ。はい、決定。さあ、これで、人口どんだけ増えるか。で、資金が少なくて不安です。ですよね。私も不安です。で、できました。早いな。1週間も経たずにできましたけども。で、やっぱ稼働率悪いな。なので、これも売りましょう。まあ、採算取れないのは分かってるんで、はい。くっそ、まだ売れないか。で、これで人口がどんぐらい増えた？70人増えたか。そうかそうか、これで70人か。でもね。火事、まずい。じゃあ今度は銀行さんからお金を借りていきましょうか。現在54億まで借りれるか。そやな。いくら借りる。とりあえず3年にしておいて50億マックス借りるか。これで50億だよな。行ってみましょうか。ここは勝負しよう。はいよ、行くぞ。で、次は、じゃあ、プランで、はい、新しく計画。そして、こちら、テレビコマーシャルやっていきましょうか。これで観光客を増やしましょう。はい。さあ、行くぞ。で、これで次は、今度は、じゃあ、他のカムイ島神社つなげていきましょうか。よし、行こう。
ここをこう、こうか。で、こうして、こうして、うわー、きつい。もうこれで9億いってるもんな。どうする、どうする、どうする。こうして、あんま高くない方がいいよな、多分な。うわーやばい、めっちゃするじゃん。これでいくら？向こうまで繋げたいんだよ。じゃあ、まずこのカムイン神社2のところに駅作って、で、そっから繋げよう。その方がいい。で、じゃあ、ここは、そやな。じゃあ、地上駅4。ここを、じゃあ、こうして、で、これでホームの長さを6にして、決定。で、次は、ここを、じゃあ線路でつなげましょう。こっちが、いけるか？あー、いけなくはないのか。で、今度はこっちにして、はい、勾配。いやー、金足りんか。もうちょっと稼がないというか、マジか。やばいね。まあ、なので、しばらく待ちましょう。で、できれば行政施策とかもこなして、で、資金作らないといかんね。いやー、きっついっすね、これは。で、新しい行政施策出ました。新しい行政施策は、カムイの方には行政施策出ないのか。ってなると、この芦の原村、またここに住宅系建物を建てんというか。そうやな。まあでも 50% だから、まあ決してまずくはない。なので、で、ちょうど今お金もあるということなんで、で、ここがあれなんだよね。この資材工場なんで、資材を持ってこれば早めに売却することもできるね。じゃあ、そやな。じゃあ、マンション7、建てれる？建てれるね。よし。マンション7、でかー。じゃあ、これを、どの辺に置こう。まあ、これをじゃあ、この辺に置いて、はい、決定。で、次はですね、マンション9、建てれるか。これをじゃあ、この辺に置いて、はい、決定。で、次は、残り6億。となると、じゃあ、集合住宅。よし。集合住宅をじゃあ、この辺に置いとこうか。はい、決定。さあ、これでどうよ。さあ、どうかな。で、これで13億、8700万支給決定。ちょっと待った。こちら。資源の売買案件見てみると、東側の、町に、この資材を売ることができるんですね。なので、これとりあえず受けてみましょうか。で、今からじゃあ、バスターミナル作って、バスじゃなくて、この配送ターミナルか。で、これ作って、あ、で、地下のトラック駐車場なんかあるんだ。はいはいはい。まあ、とりあえず、じゃあこっち。で、これを、こっちに作って、で、これで、資材の受け渡しできるかな。まあ、一旦、貯蔵場。資材置き場を作って、あんま関係ないか。ああ、で、いけるか。よし。で、こうして、こうして。で、決定。で、次は、で、これでトラックの停留所置きます。はい。で、こうして。はい、決定。で、停車数は、まあ、じゃあ2台でいい。はい。で、次は、トラック買いましょう。トラックは、セミトラクターってなるんだ。で、最大積載量が2個。いいね。これをじゃあ、2台ぐらい買っておこう。はい。で、次は。で、配送所を、もう1個町の近くに置かないといかんね。この辺りになっちゃうか。いやー、ここ、まあ、ここに置くしかない。
いいか、はい、で、決定で、こうして、で、次は資材置き場か。資材置き場、いや、この辺めっちゃ重要よ。資材置き場を、じゃあこの辺置くか。で、多分配送所届くよね。で、決定、よし、決定。土地代結構かかった。で、次はじゃあこのトラックの運行計画作っていきましょう。で、これでいいはず。よし。で、次はこれをじゃあこっちのトラクターに貼って、で、次はこのトラクターを、はい、じゃあ今度は反対側に、はい、じゃあこうしましょうか。はい、決定。で、次はですね、売買案件やっていきましょう。まずは東隣の町にこの資材を売っていく。よし、これでいい。で、決定。さあ、これでいいかな。まず確認していきましょうか。はい、行きましょう。大丈夫？はい、行ってみよう。で、資金が少なくて不安ですよね。私もそうです。みんなそうだよ。あー、トラック支店もいいかもな。で、ちゃんと積んでる。あーと、まだ資材できてないんだ。あ、で、よし、できてる、できてる。うわ、めっちゃできるじゃん。で、マンション5が売れた。ナイス。オッケーオッケー、よかったよかった。このマンション速攻で売れた。で、次はまだ資材余ってんだよな。で、次は、あー、で、この辺家建ち始めた。ナイスナイスナイス。道路建てればすぐだね。で、あっちゅう間にマンションができました。このマンション7はどうだ。稼働率 90% か。まあ、90% だとまあまあ利益出るな。まあ、これも売りましょう。今私借金してるからね。で、売却益が2億ちょっとか。うん。で、こっちのマンションももうすぐできるはず。さあ、どうでしょう。あ、できた、ナイス。で、こっちのマンションは稼働率 100%、 ナイス。ってなると、売却益は1億5800万、ナイス。いいんじゃない。借金返せるかな、頑張れ。で、資源の売買やってるからかなりね、利益出るようになってきてるね。おお、いいじゃん。で、テレビコマーシャルを実施しました。視聴率もそこそこ良好な効果が得られました。ナイス。で、これによって会社の知名度が、ブランド力欲しい子ついたね。OK、OK。で、これで観光客が少し増えるはず。さあ、で、こっからどうするかだよな。今現在、このカムイ島の人口は221人、ちょっと増え始めてる。で、年間の観光客数がもう13万人いってるか。まあ、なので今年はだいたい50万人ぐらい観光客来るんじゃないかな。さあ、で、どうでしょう。こっちつなげるのまだまだ金がいるからな。この辺りがね、ちょっときついのよ。もしかしたらこの道路が割といいのかもしんないな。マジで道路がちょっといいのかな。なので道路もじゃあちょっと試しにこの辺ちょろーって置いてみましょうか。じゃあこんな感じで、はい、で、決定。で、これで5000万かかんのか。こんだけ引いただけで。で、じゃあこっちの方引いていこう。はい、で、決定。で、これで、さあ、この辺に住宅建つかな。まあ、この辺はかなり発展し始めてきてるから、発展しても良さげだけどね。で、売買契約が期限切れとなりました。了解。ってなると、どうするどうする。なので、あれだよね、もうこっちに来てる資源がなくなってるんだ。なので、貨物列車止めましょうか。はい、で、よし。で、こうして、で、貨物列車止めまーす。はい、運行計画の営業時間じゃなくてね、営業曜日だ。こう、よし。まあ、だいぶ資材溜まってきたからね。
まあやっぱり道路を敷いただけじゃ何も起こらんか。とりあえずじゃあ何かしら家でも建てておきましょう。集合住宅でいいかな。難しいよな。じゃあマンション6思い切って建ててみよう。あーでこの辺建てれないのか、そういうことかな。なのでじゃあこの辺り建てておきましょうか。うわ6億円大丈夫か。ちょっとね心配だな。プレイ始めて半年ぐらい経つけどまだ人口が188人減ってるやん。あれ200人切っちゃった、おかしいの。さあで助成金13億8700万受け取りました。でおめでとうございます、総資産600億円を達成しました。ナイス、よし。で次はでそういえば借金の方はまだ返せんよな。で融資限度額が5億か、まだ5億借りれるんだ。はい、なんでしょう。休憩中にお邪魔してすみません。ようやく時間が作れたものですから。どうしたの瀬戸内さん。開発をお任せしたきりろくに様子も見に来れず申し訳ない限りです。あまりお気になさらず、最近すごくお忙しそうでしたもんね。ええ、カムイ島が現れてからというもの、関係各所への連絡だけでも忙しいのに、取材やいたずら電話が次から次へと。失礼、愚痴っぽくなってしまいましたね。そんなことないよ。私でよければいつでも聞きますよ。立場は違いますけど、一緒に頑張っている仲じゃないですか。ふふ、ありがとうございます。私のところにも松島さんのような方がいてくれると助かるんですが。いやいや、そんな。大変だよ、あやちん。私はあの島の真相を知ってしまった。ひな、ちょっと今瀬戸内さんがいるから。私は構いませんよ。あの島というのはカムイ島のことですよね。あ、レイコさんも興味あります？実はあの島、宇宙人の実験場だったんですよ。もう少し詳しく聞かせてもらえませんか。どうした？あのね、謎の声が神様を名乗ってたのは、嘘っぱちで、本当は人間を観察するためにやってきた宇宙人だったんです。あの高い山は監視するため、神社は実験するための施設なんだよ。島に人を集めるよう呼びかけているのはサンプルが必要だからなの。それに実は宇宙人たちは人間社会に紛れ込んでいて、すでにこの鉄道会社にも。ひなの勘は営業部長さんが怪しいと告げている。何言ってんのこの子。ありえないとは言い切れませんが、ふむ。いやいや、真に受けちゃダメですよ。先ほどの話、天草さんはどのように知ったんですか。昔の映画で見たんだよ、再放送してたの。出てきた島がそっくりでね。それにしても開発は順調そうで大丈夫です。この調子でお願いしますね。松島さん、私は帰ります。はい、任せてください。ちょっと聞いてよ、ラストがすごいんだよ。もうひなちんでどうしようかな。こっから全然人口増えんもん。うんともすんとも言わん。もう今267人か。観光客数は伸びてるんだけどね。で現在フェリーにはいやー利益出てないか。そんなに観光客来てないもんな。もう一発広告打たんといかんかな。テレビコマーシャル高いもんな。さあ今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。